はいどうもですえー、今日はねえー、まあまあいつもこう F1 とか好きなものの話してますけど実はですねこのおっさんサッカーも好きなんですよ何でもありやなっていう感じですけどえー、まあちっちゃい頃はね野球とかね、えー、まあ田舎に育ってるんで。 えー、もうスポーツもう見る番組とかも昔はテレビは民放は基本的にあのジャイアンツ戦しか流してなかった近くにそのね大阪とかにまあ今大阪に住んでますけど大阪とかに住んでたらねやっぱりこうちょっといろいろ実際に野球のねプロ野球試合見に行ってとかいうのはあったかも分かりませんけど。 まあ田舎にいてたもんですからテレビが唯一、えー、そういうものを見るう手段だったんですね。なので必然的になんかジャイアンツの試合ばっかり見てたんでなんか野球が好きだったんですけどまあまあ僕らのねやっぱり若い頃ってまだプロの J リーグとかサッカーはそういうのはなかったのでえー、なんかああサッカーっていう。 感じでしたけどまあ、遊ぶのもね野球とかねそういうものが中心でしたからねでも今はやっぱりねもういろいろいろんなスポーツがどん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 まあ、ラグビーとかねそういうのもう結構日本もそれぞれに力入れて、えー、それなりに戦えて。 いける世界の中でねそれなりに戦っていけるところまで徐々に徐々にこうステップアップはしてきてるしサッカーもですね今日あのえ昨日はえフル代表 A 代表ですよね、A、がセルビアとあのピクシーの率いるねストイコビッチ監督ですけどまあまあフル代表が1対0で。 勝ったんですけどね、まあ、セルビアもね、えー、攻撃の方のキープレーヤーの人たち34人ちょっと来れてない今回ね、えー、来なかったんでまあ、案の定やっぱりこう攻撃面はね思ってたほど日本も攻め込まれるということもなかったような気もしますし。うん 1>, まあまあ1対0で勝った、まあ、どうかなあ、あの1対0は、内容的にはそんなに、ね、悪くはないと思いますけどね、まあ、もうちょっとやっぱり点数が取れたかなと、まあ、日本らしい、日本という,う代表らしい、ある意味試合だったかなという感じは受けますけど、で今日も、えーまあ、オリンピックに向けてですよね、u フ2 4 代表日本代表のサッカー、えー、まあこれも今日ジャマイカの一応、A 代表ですかね、うんと試合をして、えー、4対0で勝ちましたね。うんまあ、うんそうですね、えー、強いなという印象もあるし、まあ、でもね、分かんないですよね、やっぱりね。う でもねやっぱりこうなんかこうちょっと期待が持てるというか、うん、まあメンバーもねオーバーエイジ枠っていう,うその年齢制限が基本オリンピックの24歳以下というね形で一応限定されてる中でその年齢制限関係なく3人だけ出場ができるというのがオリンピックの。 代表チームでその3人にね吉田選手と酒井選手とで遠藤選手まあはっきり言ってこうて守りの軸もう結構日本の今そのディフェンスですよねその酒井選手と吉田選手あと冨安選手はこれは年齢オーバーエイジじゃない代表世代なんで。 まだ若いんでね、えー、この3人はもう世界ヨーロッパの方でも、ね、活躍して認められてるやっぱり選手なんでうん結構なんか気がつけば日本のディフェンス陣ってすごいなというところ感じになってきましたよね。であと遠藤選手ですよね。 うんあのやっぱりあのドイツのブンデスリーガーで、えー、磨き上げられたというかこう1対1のデュエルっていうねそれでドイツのブンデスリーガーで、えー、そこに勝つその1対1の勝負に勝つ勝率は1位ですからね勝利数がこれはすごいですよね。でそれと同時にやっぱりそのパスを出すというところも。 含めて、うん、やっぱり結構こう全体を見ながらというねまあそこに、えー、そういう選手が、えー、入,る入ってる入ってない前アンダー− 2 4と日本のフル代表 A 代表の試合があった時は3ゼ0でアン U−2424 歳が負けましたけどあの時は、えー、その吉田坂井 で遠藤3人ともは確か、えー、め先発からは外れてね、えー、後半、えー、残り15分か何かで遠藤選手が入ってもうそこからチームが変わりましたからねまあそういう意味ではたった3人なんですけどその3人というのが入る入らないでやっぱ大きくチームは違うしで若いやっぱり選手にとってはね そういう,こう選手がいるということはすごく頼りにもなるしでやっぱりみんな試合中にいろいろアドバイスするやっぱり経験から出てくるねそういう言葉とかアドバイスが試合中にやっぱりメンバーに伝えられるというのはこれは大きいかなと思いますね。まあ、それとその U の日本のサッカー界 ですよねやっぱアンダーカテゴリーと言われるそういう世代はやっぱりどん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 日本のサッカーというのが進化してるしでそういう選手も育ってきてるし海外でもプレーしてるし久保選手とかね、えー、やっぱりそういうふうに出てやっぱりそこでね、えー、久保選手にしてもすんなりうまくいってる状況では今ないけどもやっぱりそういう中で。 揉まれてるしかもヨーロッパの、ね、中心の舞台でもまれてるそういうところってやっぱり気がつけばなんか一回り大きくなってるよねっていう感じで堂安選手にしてもそうですよね。初めの頃はなんかすっごいイケイケケでもう、あのー、っていうイケイケの僕はイメージやったんですけど。今最近は イイケイケなんだけどもそれをちゃんとオンオフするでオフの時にはどう,するどうしてるかっていうとやっぱり守備とであとはやっぱり周りの選手とのコンビネーションをなんか自然にこう取ってるっていうのが明確にこう出てだからすっごく落ち着いてる感じが今今日なんかでもね、えー、そのジャマイカ戦とか見てても。 なんか以前ほどなんか試合の中でこう目立ってなんかわわっていう感じではないけどここっていうところは決めるしで守るっていう時にはきちっと守るように動いてるしなんかそういう人たちが増えてきてるんでこれはやっぱ昔のね僕らが特に若い頃に比べたらああもう全然日本って。 サッカー強くなってるよねって良くなってるよねっていうふうには思いますよね。まあでもやっぱりね、えー、昨日の試合もそうでしたけど、うん、やっぱり点数がいかにこう取れるかというところですよね。僕はあのでもねでそれでもねやっぱり今みんなやっぱり仕掛けてるじゃないですか。昔の僕の大日本代表のイメージは。 なぜかしらみんなあの相手のねゴールの,あのペナルティエリアあのエリアの中に入った瞬間にフォワードというポジションにいる人もみんなミッドフィルダーに代わってなぜゴールに向けてボールを打たないのっていうなぜパスをするのみんなっていうねなんかそんなイメージが僕すごくあったんですけど。 最近そういうのがなくなってるっていうところはやっぱり改善されてるところなんだろうしみんな個々のね力と自信これがついてんのかなと思うんですだからそういう意味では、えー、何か起こしてくれるかもわからないなっていう期待感うんまあ、昨日の A 代表のね、えー、セルビア戦のあの前半はねちょっと本当にこうなんかそういうワクワク感がほとんどない。 いい試合だだっったたかか前半だったかなと後半になってもうガラッと変わりましたけどうんなんかやっぱりね見てる側の楽しさやっぱりちょっとこうまあ勝ち負けも当然なんですけどゲームとしてなんかワクワクできる、うん、そういうのがこういいかな僕は大好きなんでうんなんかそういう意味ではね、えー、何かをやってくれるかもわからないっていうワクワク感。 まあ、特にこの U24 今回は本当にそういう意味ではですね、えー、まあこ子が中心のメンバーが揃ってると思うんですよねこの力っていうかねまあそれが基準として高いか低いかは別としてでもその中でそういう子が子個人個人がなんかこううまく連携取れた時にそれは 2人というよりもまあそれが2.1とか2.5とかそういう力になって、えー、得点を生んだりとかだからそういうのがなんかこうワクワクするじゃないですかこう見えないもんだからそういうのをねすごく楽しみにしてるしでこの U24 ままあまあ東京オリンピックでね実際これから先まだ本当に酒屋、あのー、オリンピック開催するのかどうかというのもありますけどでもねメダルは取ってほしいできたら金キラ金を取ってほしいけどまあ周り世の中世界、えー、強い国いっぱいありますからでもやっぱりねメダルはできたら獲得してほしいな。 いうのが切な願いですということで今日は、えー、私の好きなものの一つサッカーの話でしたどうもですではまた次回